さん、おはようございます。チャーボくんゲームでございます。ということで、今回もですね、ウィリアプリ2020動画の方をやっていきましょう。ということで、今回はね、まあ一応昨日の夜ね、そう、プレオープン期間の延長に入ってしまって、10月の31日まで、長引いてしまったと。なので、本当はね、今日、本来なら FP ガチャが来る予定だったんですけど、ウィリアプリの方もね、ないと。ただ残念なところであるんだけれども、そうだね、不具合とかもまだ結構あるっぽいんで、今回はですね、ここ初のね、スパニッシュベグスターズということでボックスガチャ来ましたね。そう、まずね、このガチャを今回ですね引いていきたいと思います。回数なんですけど、ウィリアプリ2020にちなんで20回ね、そう、20回引いていく。でね、このボックスガチャですね、まあ、まず選手がもちろんいいっていうのあるんだけど、スタンダード選手ね、2020の、そう、実は引き継ぎ選手だと2019から引き継いだ選手、まあ、レベマンの選手とか皆さんいると思うんですけど、ライブアップデートが反映されないんですよね。そうで、今日から、ウィリアプリの方2020もライブアップデートが適用されていって、この2020のスタンダード選手のみね、ライブアップデートが反映されるので、やっぱ獲得していかないといけないんだよね、どうしても。そう、ライブアップデートの恩恵を受けるためにもね。なので今回はね、まあ、この上位の選手、特にメッシ、アザールとか狙っていきたいね、グリーズマンだったり。あとね、このガチャすごいんですよ。語彙力やばいけど。なぜカウンティティをタップしていく。ね、こちら。はい、まずですね、激推しのコマン。そう、こちらのコマンがいて、さらに、ニアブリーもいます。このね、バイエルンの2選手、若手はマジで強い。さらに、まあ、結構激推しヨビッチ。そう。このね、ウィリアプリ2019のまだ段階かな、で2010の情報が出てた時に推してた選手、ここもいるんで、サンチョ、こういう金の有能選手もいるんでね、まあ、サンチョはね、一応トレードで獲得してたんで、2020入ってすぐなので、まあ、当たればね、かぶりで、まあ、レベマとかもしていきたいし、そう、結構有能選手もいるんだよね。黒玉をまあ当てれれば、モドリッチ、ブスケツっても欲しいね。うん、とにかく、まあ、リーガエスパニアの選手中心なんで、そう、それプラスに、ドリブラーの選手が結構含まれてる感じなんでね、早速やっていこう。じゃあまずはちょっと GP からいきましょうか。 GP からいきましょう。いやー、もうこの演出だったからね。そう、毎回ちょっとまだ驚くな、まあ、ガチャ引くのも重慶ガチャ以来だもんな。おい、来た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 、いきなり来ていく。これはジェイコスター、ジエゴコスターゲットだぜ。さあ、ということで、ジエゴコスターありがとうございます。アップデートが、新選手反映されて、基本的にはね、引き継ぎの選手を、まあ、新しい選手に混ぜていく形になるね。よっしゃ、いきなり黒来たぜ。まあ、これまた11回ガチャでもね、日曜日さすがにこれリセットしてやるかな。うん、だけど、まあ、このね、今回引く分でとりあえず結構当てたいよ。黒は黒玉当てておきたいよな。うん、やっぱ、まあ、メッシ、アザールは特に狙いですね。ライブアップデートやっぱ活躍するんで良くなりやすいですからね。さあ、これはのところで、さあ、誰でございます。あ、カラスコかな。我らカラスコでございますね。ナウドに、サルビル、ナウド、ああ、ナウドね。ナウド、確か前作めちゃくちゃ笑ってたよね。多分そのナウドだよね。まあ、カラスコはドリブラーのところでもね、非常に、引き継ぎ選手一応持ってるから混ぜる感じいいかな。まあ、そうだね、できるだけ金は確実に出しておきたいというか、まあ、20回分のもう2回が終わってしまったと。早いね。2020にちなんで2回を引いていくが、そう、基本的にはこのリーガエスパニョーラのね、スペインの国権とか出てくるか。おっと、オーマイゴッツ、これは銀オンリーということになってしまうのか。やっぱ金黒の方が引いてきたよな。ディミトリス・シオバス、マルケル・ベルガラにスルツサ、スルツサ。そう、だから、多分ね、このボックスガチャね、やっぱ2020になってね、初のボックスガチャなんで、引く方も多いよね。ちょ、待って。GB から引かせてくれ。そう、このガチャ引く方も多いと思うんで、まあ、まだね、この動画を見てね、まだ見てないで、引いてない人はね、この動画見てから引くのもあり。おぉ、ちょっと待って、これ2連続で銀立て続けに来るんだけど。オンリー銀はね、ちょっと明太くんせん、俺じゃな。エイバル来た、エイバル。イヌイ選手、同じチーム、エイバル、アンヘルにマガジャン。ちょっとね、ジエゴコスター出たまで、
良かったんですけど、流れがねあんまりまだ引き寄せてないね。ただねどこかでねやっぱ黒またあの特にあのトップレベル選手、黒の総合高い選手が来た時の流れですね。そこの流れをそのままグイッとこう持っていくことが大事だと思うから、とりあえずおっ来た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 、メッシ来た、メッシ来た、よしチラッとね背番号10のとこ見て、やったぜー、来ました、あざっす、よし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 、オッケー。まずこれでライブアップデート適用メッシ来ました、スタンド。ただその他は銀ですね、俺もリーナに、ダルコブラシャナツ、よしよし。いやまずねここはね今回のね当てるべき、でもボックス結構人数いるんで、この段階でメッシ当てるとでかいね。これ流れ来ましたね、え結構早めに来たんだけど結構早めに来たんだけど、だいぶこれいいでしょう。この調子でさ、アザールも2連チャン出しちゃおうアザール出しちゃおう。やっぱ今回レアで移籍しますからね。レーガエスパのガチャに入っているんだよ。いやさすがにないか、さすがにそんなにうまくはいかないでございますね。さあ、ちょっと待って、これ誰だっけ、見たことある、見たこと、さあラウルガルシア、ラウルガルシア、ケネス・オメルオニ・アンデル・イトゥ・ラスペ、顔が出てきて名前出てこないパターンだったね。ラウル・ガルシア、アスレティック・ビルバオですね。いやーこれちょっとちょんまげビーム出すか、必殺ちょんまげビーム出します。ちょんまげビームで、黒玉をねおびき寄せたいと、マイクラブ地球儀回ってちょんまげビーム、あーあーこれバスケスじゃね、これ17レアル17バスケスじゃねバスケスですね。バスケスな、能力めちゃくちゃ高いというわけじゃないからね。そう、あーまあ黒、そうか今のところ黒だから、ジオコスタ&メッシのみか、やばいやばいよ、もうGP ラストで早い早い、これ GP ラストということはもう8回分が終わってしまうと、うわー残り 4800GP8 回目、8回、まあ、金の有能コマンに破り山頂あったり、よっしゃ黒きた、この中にちょっとまだ分からないが背番号見えない、モドリッチ、オッケー、よしなんとか GP ラスト、いやいいぞいいぞいいぞ、8回で、まあ、黒3つ悪くない悪くない、エンリクにアルカラス、まあ、モドリッチもやはり今作プレイメーカーのところもね結構個人的には嬉しい動きしてくれるんで、よしよしよし、そうね、本当にやっぱライブアップデート適用っていうのはね今後の2020においてもでかいことですから、これ獲得しておきたいとこ。そうだね、黒はやっぱまだいるからね、27意外とまだ3つしか出てないのか、案外まだ出てないので、まあ黒金だからニャブリとかコマンとか金融の選手と黒をね合わせてダブルで引ければねコンボ技なんで引いていきたいところ。14番カゼミーロじゃないのこれ、よし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 、そうカゼミーロはねあれなんですよね、今作からアンカーだよね、ちょっと使ってみたいよねアンカーの、しかもライブアップで適用バーの、おお香川選手来た、香川真司も来ましたね、カソルラに、いやここの引き熱いな、この3つの引きめちゃくちゃ熱いんだけど、そうちょっとカゼミーロアンカーも楽しみですねこれ。おっとということでなぜかサーバーメンテナンスに入りました。まさか、え？このタイミングでメンテナンス？メンテ開けたけどメンテ入りましたね。はい、ということでちょっと急遽なんですけど、ウィレアプリですね、まあ、ガチャ動画の方、今までお送りしたところでメンテナンス入っちゃって、そう、本当にそこで終わる感じにしようと思ったんですけど、一応ウィレアプリで2020でね、今回来る予定だった今日、FP ガチャですね、PS4 で、PS4 のメンテ開けたんでね、ここをちょっと今日引いていこうかなと思います。そうだからまあ、選手の能力全員分はちょっと時間的に見れないので狙いの選手ですねを見ていく感じで、まあ、まず全体でねこんな感じで見れるんだよね、この六角形のやつ。そうでやっぱね個人的に今回狙いの選手としてはね2選手います、特に狙うの。そうね、だからまあ今回 PS4 とウィリアプリのコラボみたいな感じでね、この PS4 で FP ガチャも引いていくと、同じ動画の中でね。はい、ということでまずね狙いとしてはやっぱニャブリ、そうだね、バイエルンミュンヘンのね、まあ、本作からライセンスが、復活と、さらに復活して、やっぱニャブリね、欲しいよな、これ。強すぎだろ、これ、うん。スピード7上げてますからね。ちなみにスピードとオフェンスセンスと、決定力か。これがですね、7上げします。残りはだいたい4上げベースみたいな感じだね。いや、これ、ニャブリ、マジでちょっと当てておきたい。ニャブリのやっぱ突破のところをね、生かしていきたいですよね。そしてもう1選手がこちらのね、
ブバカルカマラ、はい、まあ、センターバックで、かなりね上がってますよね、総合値のところ。うん、まあ、ディフェンスセンス、7上げのところ、ポジション4で4上げベースか、そうだね。でそこの部分で決定力7、まあ、やっぱこの選手上限がね、あの47なんだよねそう、年齢20歳でしょ。だからまあウィリアプリにも来てほしかったよね、 FP。 そう、そこはちょっと悲しいとこであるけどね、プレオープン期間延長しちゃったのは仕方ないと。はい、でまあ今回はこちらの2選手だね。一応もう全力狙いはニャブリとカマラ、もちろんピャニッチ、シルバーだったりもね、いるんですよね、チャルハナとか。そうだね、ただやっぱニャブリが特に狙いですかね。はい、ということで早速ちょっとサクッとね引いていきたいと思います。いやー、まあニャブリでしょこれニャブリ引いたら個人的には神引きということですね。そう、その部分はあるんで。おっと、これはリーガ・エスパニョーラで銀のところが、まあ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 、出だしはね、出だしは仕方ない。ラゴジュニオル、ジュニオールラゴ、やがてね、ジュニオールラゴ。そうだね、もうだからそこだよ。でも今までのね習慣のところでね、あの引けてないことはないんで、ただこれイタリアなんで、あー、チャルハノールですかね、これは。んー、ちょっと待って、これニャブリニャブリはどこ、いずこへ、さすがにあれか。そうだね、やっぱ3回しか引き返って引けないって言って、チャルハノールのやっぱキックやばいな、これプレースキックで、キープ力系もあるけれども。さあ、ということでラストですね。いや、頼む、マジで頼むマジでニャブリ頼む。なんか来そうな気するんだけどな、ニャブリ、なんか来そうな気するんだけど。ああ、この時点でダメだが、お、ただあれじゃね、来たんじゃね、これ一応狙い目 CB ガバラゲシ、よし、オッケー、ブバカルカマラ、これレベンマ多分やばいっすよ。ナイスゲーです。まあ、ニャブリはちょっと来なかったけれども、この選手はね、かなり強い。んで、DMF とかもできるんで、適正のところでね。多分だってスピシュー、もともとレベル G は80、83でしょ？これ90ぐらい乗せるでしょ？いやー、絶対強いじゃん。絶対強いでしょ？ブバカルカマラ。オッケー、ということで、まあちょっとニャブリはね狙い引けなかったんですけど、もう一選手を狙い、ブバカルカマラ引けたんで、まあ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 、神引きとまでは、これね、カマラと、あれですね、ブバカルカマラとニャブリ引けてたら、そうだね、神引き認定って感じだったけど、まあさすがにね、今回そんなにはいかなくて、ただまあ狙いの CB のところ獲得できたんでね、よかったかなということで、まあウィリアプリね、メンタルちょっと入っちゃったんで、急遽ね、FP ガチャのところも引いて、PS4 ですね。もうイリアプで来る予定でもあったんでね。そう、だからまあ、おそらく、来週の木曜ですね、からはね、来ると思うので、まあそこ楽しみにしながらですね、また全力で待ちたいと思います。ということで、ウィリアプリ PS4 もね、また全力で。で、PS4 がね、スーパーキャンセルとかのね、しっかり修正とかも入ったみたいなんでね。そう、スーパーキャンセルの修正ってだいぶでかい。これ試合のところでもだいぶ、効いてくるんで、またですね、撮っていきたいと思いますので、今回、皆さんご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクープレイプロー！